皆さんこんばんは。ネクスファームが、月に一度お送りしています岩手の野菜今いくらということで、盛岡市中央卸売市場の相対のデータの方からですね、中根の値動きの方をピックアップしてお伝えする番組となっています。今回は、12月の値動きの中から、いくつかピックアップしてお伝えできればと思います。それではまず最初にその前にですね、今日の値動きということで、1月12日の、成果の方ですね、どうだったのかということで、それらかいつまんでお伝えします。では大根から、大根 8550kg 130円から97円、株 3753.1kg 216円から108円、人参1万トンで 970kg 140円から86円、ごぼう 2444.6kg 230円から149円、白菜 345kg 86円から72円、京菜 367.5kg 459円から189円、小松菜 340.25kg 486円から432円、キャベツ2万5000トンで 11kg 146円から108円、ほうれん草4000トンで 4165kg 621円から162円、ネギ 4411.9kg 421円から216円、春菊 288kg 1008円から648円、ニラ 738.5kg 1728円から972円、アスパラガス 399.3kg 810円から621円、続きまして、ブロッコリー 1336kg 486円から351円、レタス 6603kg 540円から230円、キュウリ 4157kg 529円から216円、かぼちゃ 1310kg 335円から313円、ナス2000トンで 59.5kg 605円から405円、トマト 4899.2kg 432円から216円、ミニトマト2000トンで 31.6kg 810円から486円、ピーマン 1324.8kg 1037円から729円、甘蔗 2440kg 454円から130円、バレーショ 2660kg 194円から86円、里芋 10kg 270円、長芋3000トンで 60kg 270円から108円、玉ねぎ 320kg 57円、続きまして生しいたけ 463.76kg 1404円から756円、えのきだけ 879kg 432円から324円、しめじ 230.4kg 699円から378円、みかん 23450kg311円から154円、レモン 60kg 648円から594円、富士 2415kg 180円、三富士 1500kg 324円から216円、いちご 3353.63kg 2520円から1122円、バナナ 1266kg 299円から208円、パインアップル 600kg 356円から194円、キウイフルーツ 121.2kg 936円から562円、本日は以上となります。それでは続きまして、昨年12月の中での、中根のトピックスということで、こちら、これは岩手県産の生しいたけになりますね。と一見ちょっと見づらいんですけれども、オレンジ色の折れ線グラフについては、中根の動きを示していまして、こう青の棒グラフですね、それは取引量の方を示しています。取引量自体はですね、12月の後半に、行くに従いまして増えてきているんですけれども、値段の方については、中根の最初の方がですね、右側の数字の軸の方が中根になりますので、1000円から800円ぐらいの間のところでこうジグザグ行ったり来たりしてるんですけれど、年末の方に関しては、800円ぐらいのところでですね、4日間ほど連続して、中値が変わっていないというところの動きになっているようなので、ざっくり見まして、多少まで値が下がっていると
というような動きに見えるかなというもので一つ紹介させてもらいました。はい、今度はですね、あの値段上がっている方ですねということで、こちらはあの、栃木県産の春菊になります。ですね、それほどあのデータ多くはないんですけれども、おおむね10日間ほどですね、何日かこう取引があって、その度に、中値の方が徐々に上がっていってですね、スタート時点では中値400円ぐらいだったものが、年末のあたり、クリスマスですかね、12月24日のところではもう1000円を超えるぐらいまで、上昇してきたということで、こちらは値が上がってきている例になりますね。もう一つ上がっている方をご紹介します。こちらが、もう一つの事例ということで、同じく栃木県産のイチゴになりますね。こちらも、徐々にではないんですが、前半の方はほぼ一定の、中値でして1500円ぐらいのところでいるんですけれど、中旬から、後半にかけましてですね、徐々に上がってきまして、2000円から2500円ぐらいの間のところでとど、まっているような動きになっていたというのが栃木県産のイチゴとなります。はい、ということで、今回は12月の中から3点ですね、生しいたけとそれから春菊、いちごを紹介させてもらいました。いずれもですね、それほどこう激しい動きで、急上昇または急降下しているようなものはなくてですね、厳冬期というところで、非常に寒かったんですけれども、おおむね安定したところでの値動きになっていたようです。1月入りまして、今日ですと37品目、市場には出ていたようなんですけれども、今後ですね、この辺がまた安定して動いていくのか、できれば値が下がってほしいんですが、どういった動きになるのか、また来月ですね、お届けできればと思います。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。